7月10日日曜日、溝口駅長の朝ライブ、いつも通り始めてまいります。今日はですね、先日私が行ってきた、秋田青森の旅に絡めてなんですけれども、飛行機の中で何してるっていうテーマにしました。私も気がつけばと言いますか、もうすっかり旅行するときは飛行機付いております。で、私も何度も言ってるんですけれども、格安航空のピーチが大好きで、ちょっと自宅から遠いんですけどね、私は大阪の茨城というところに住んでいて、で関空まで行くのにね、本当に1時間半から下手したら2時間くらいかかるんですね。乗り継ぎであったり、あと空港着いてからもね、早めに着かないとダメじゃないですか、空港ってね。早めにチェックインして手荷物検査を受けなければいけないとかあるんでね、そういう煩わしさはあるんですけれども、やっぱり大阪から北海道行くとか九州行くとかなると、今夜行列車がないですから、で私も飛行機使うまでは高速バス、寝れないんですけれども、夜のね時間を使って移動できるので、高速道バスを結構使ってたんです。でもやっぱりね、以前もお話ししたんですけども、寝れないんです。私はもう本当にね、どこでも寝れる人が羨ましいんですけれども、別にそんな神経質じゃないんですけどね、どっちかというと鈍感な人間なんですけどね、なぜかバスだと寝れなくって、翌日しんどいんでね、最近はもう飛行機で、ありがたいことにも今安いですからね、本当にピーチなんて、セールの時に予約すれば片道3000円ぐらい、結局いろいろとね、諸費用が乗っかってプラス1000円ぐらいになるんですけれども、3000円4000円ぐらいでね、片道乗れたりします。大阪からこの間乗った仙台も片道3000円、でしたからね。そういうことを思うと、私もやっぱりね、乗ってる時間は短いんでね、楽なので飛行機を選んでます。ただやっぱりね、飛行機自体を楽しんでるかというと別にそういうことはありません。で、飛行機の中で何してるって言っても、まず、飛行機の中に乗ります。で、荷物をね棚に上げて座ります。で、シートベルトをして、さあ何しようか。今はスマホがあるんでね、機内モードにしてもダウンロードしておいた動画を見るとか音楽を聴くとかできるんですけど、私あんまりその移動中に動画を見るとか音楽を聴くとかっていうのはしない人なんです。飛行機とか電車の中とかね、やっぱり、イヤホンして聞いててもあんまり聞こえにくいんで、最近のなんかノイズキャンセリングのイヤホンとかだったら綺麗に聞こえるのかもしれませんが、別に そこまでして動画見たり音楽を聴いたりとかもしないので、何もしてません。でよくね、前のシートのポケットに、機内紙、何かしらありますよね。LCC のピーチでも ありますので、そういうの一回拾い上げて、でパラパラっと見て、パラパラっとは見るんですけど、別にそんなに、読みたいわけでもなく時間つぶしに読むわけなんですけれども、パラっと見て、一通り見たらまた戻してですね。で、最近はノートとペンをね、一応持っておいて、で旅の予定を書き出したりとか、あとちょっと仕事で考えていることを、書き出したりとか、そういうことでね、ちょっとアウトプットの時間にしたりとかしてますけれども、でもそれもね、やっぱり機内でそんな集中できないんですよね。私の立ちだと思うんですけれども、やっぱり乗り物乗ってる時ってやっぱり車窓を見たいんですよね、景色を見たい。で、飛行機であればやっぱり流れる街の景色はないですけれども、やっぱり上空に上がったら雲とかね、やっぱり飛行機でしか見れない景色を見たいなと思ったりします。で、ピーチの場合ですとね、ピーチっていろいろ手数料かかるんですけれども、窓際の席を取ろうと思ったら、その座席指定料金っていうのを払えば指定できるんですね。いくらぐらいですかね、600円ぐらいでしたかね。座席によって微妙に金額が違ったと思うんですけれども、 LCC だと座席指定にお金がかかるので、私は基本的には座席指定をせずにね、一番安い料金で乗ろうとしてるので、大抵通路側の席になるんですね。だから外も見れないと。で、
ただね、最近気づいたんですけど、やっぱりほとんどの方はね、やっぱり安くで乗るのが目的なので、座席指定とかしてないみたいで、早めに空港行ってね、チェックインをすると、結構な確率で窓際の席に当たります。やっぱりグループとか家族とかで乗る方は、座席指定してるんですと思うんですけれども、一人旅の方は、ほとんどね、特にこだわりがなければ座席指定してないようなので、早めに空港でチェックインすると、窓際の席当たります。で、先日仙台に行った時もですね、たまたま、1時間以上前に空港に入ったので、チェックインできたんですけれども、で、席も窓際の席になりました。ちょっとその時のね、写真を、ちょっといい写真が撮れたので、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。でこれピーチですね。関西空港です。で、関西空港は第2ターミナルという LCC 専用ターミナルがあるんですけれども、そこから、地上を歩いて、で、階段登って、機内に入ります。これもね、結構面白くって、ちょっとめんどくさいんですけれどもね、普通のね、ANA とか JAL とかみたいにね、ちゃんとボーディングデッキでつないで乗れたら一番楽なんですけれども、でもこれはこれで面白いなと、飛行機を外からね、間近で見る機会ってめったにありませんの で、ピーチも他の空港ではあまりこういう地上に降りて乗るっていうスタイルじゃなくって、ボーディングデッキでつながるケースが多いですね。関空は必ずこういうスタイルです。乗り込んでですね、上空に上がりまして、ふと外を見るとですね、こういう景色が見えました。なんとなくわかりますよね。大阪の湾岸部の、埋め立て地の形がね、綺麗に見えまして。で、大阪の市内とかもね、びっしり建物が埋まってるのがね、見て取れます。真ん中ら辺の緑になってるところは生駒山地ですね。もう本当に高いところから見下ろすとこんな風に見えるんだなっていうのが、ね、ちょっと面白かったので撮りました。これも大阪市内ですね。ピーチのエンジンが、ちょっと映り込んでおりますけれども、こんな感じですごくね、快晴。ちらちらとね、雲は見えますけれども、ほとんど遮るものがなくて地上を見下ろすことができました。真ん中には淀川とかね、あと大和川が流れてるのも見えますね。これも、京都ですね。真ん中ら辺に見えてる町が京都です。なんかもうすごくちっちゃい町に見えますけれども、かなり高度高いところ飛んでるんでしょうね。すごく、京都も見えますし、山を挟んで、お隣に琵琶湖の南側の部分が見えております。でこれは琵琶湖ですね。もうほとんど琵琶湖全体が見えるぐらいですね。本当に上空から見えると一目で見えちゃうんだなっていうのがよくわかりました。これもね、わかりますよね。川が3本流れておりますが、岐阜あたりでしょうか、間延平野を流れている、揖斐川、長良川、木曽川ですか、の3つの川がね、もうくっきりと、大地を流れているのが見えました。ここまで綺麗にね、地上が見えたのは初めてだったんでね、私も携帯電話、もちろん機内モードにしてますんでね、機内モードにして撮影をいたしました。で、仙台空港に着いたよっていうのが、先日行ってきた、飛行機の旅の様子でございます。こんな感じでね、運が良ければ窓際の席に座れば、地上の、景色が眺められたり、雲の様子を眺めてるだけでも結構面白いですよね。普段見れない奇跡なんで、幻想的なね、奇跡が見えることがあったりします。時々ね、ちょっと太陽が眩しすぎて、さすがに外見れなくって、ブラインドを下ろしたりすることもありますけれども、そういうのが楽しかったりします。皆さん飛行機の中でどんなことを過ごしてお過ごしでしょうか、必ずやることとかもしあれば教えてください。往復で1万円くらい、そうですね、もうセールだったら本当に1万円で十分お釣りが来る時ありますね。だから私も先日沖縄那覇までピーチで往復しましたけれども、あの時で1万円ぐらいかな。片道はめっちゃ安かったんですけど、帰りの便 があんまり安くなかったかな。早朝の便とかは結構安かったりするんですけれども、やっぱり皆さんがね、乗りやすい時間帯の便は、やっぱり値段が高めになりがちです。
森さん、航空写真、巡航で綺麗に撮れてますね。そうですね。ここまで綺麗に撮れることってのは珍しいかなと思って、私もね、普段は飛行機の中で写真なんて撮らないんですけれども、パシャッと撮っちゃいました。車窓は旅の醍醐味ですね、坂本さん。そうですね、本当に、飛行機で車窓はなかなかね、楽しみにくいですけれども、やっぱり、まあ、私はやっぱりそういう子供の頃からずっとね、外を見るというのが楽しみで旅をしております。はい、皆さんコメントしていただいてありがとうございます。今日は飛行機の中で何してるというテーマでお話をしました。また明日もこの時間、皆さんとお会いしたいと思います。それでは皆様、良い一日を。